時は日本の競争場、繁殖品場。主なカ倉は1951年の箱館記念のみであるが、他に優春競争2着の成績を残している。繁殖品場として懸賞場、小玉、サ月賞優勝馬新ツバメといった活躍場を送り出し、さらに子孫の活躍により京白沖系と呼ばれる一大メス系の祖となった。判定に、 京阪杯優勝馬立てる、大阪杯優勝馬ホマレーチがいる。1946年、三菱財閥が経営する、小祝農場に生まれる。父は、当時の名手ボバノ一頭、プリメロ、母の第二スターカツプは、三度のリーディングサイヤーを獲得したダイオライトと、提出後商店優勝品馬、スターカップの娘という両血馬だった。名は、 3歳の4月に、小祝いのお主催のセリーチに出品され、50万6千円で、長教師の藤本富吉に落札された。その後、大倉と余英の所有馬となり、秋に競争名、白沖と改名され、藤本旧社に入った。3歳11月にデビューを迎え、初戦は、海老名竹五郎を背にレコードタイムで勝利する。 しかしその後は構想を続ける者の勝利には至らず、2勝目を挙げたのは4歳の4月末の条件戦でのことだった。その5日後には、サツ賞に出走し、とさみどりの5着。続いて4歳品馬特別大賀賞優勝馬、ヤシマドーターの2着として、優勝競争へと駒を進めた。この競争は、とさみどりが不動の本命と目され、 白沖は23頭立ての12番人気に過ぎなかった。ところが、レースでは、土サミドリが、第2コーナーから暴走気味に加速して、スタミナを、浪費、さらに交渉面で馬群が混乱した煽りを受けた、ミネノ松、コマオ、ヤスドーターが、落馬競争中止という事態となる。最後の直線に入ると土サミドリは、早々に失速し、 代わりに中断に控えていた19番人気の立ち風が抜け出して優勝、さらに半馬審査の2着に後方から追い込んだ白沖が入選し、優秀競争史上空前の歴史的な波乱となった。その後白沖は連投で出走した優勝戦で、目黒記念優勝の小馬、タピトウ、花さで下し優勝。実相のオープン戦も連勝し、11月の 優秀に品馬競争では三着となった。小馬となった五歳児にはやや制裁を書き、しばし勝利から遠ざかる。秋には馬主が変わり、それに伴い京都の伊藤勝義九社に移籍となった。天馬屋後、関西での初出走となったオープン戦でおよそ十ヶ月振りの勝利を挙げた。その後も眼鏡に走り続け、六歳八月には函館記念を制した。 その後4戦し、引退レースとなったオープン戦に優勝して競争馬を引退。ダービーの年に、故郷、小岩井農場が母体の三菱財閥の解体により、サラブレッド生産から撤退していたため、北海道浦河町の富岡牧場で繁殖品馬となった。初年度には、ビーノーピュローが種付けされ、翌年無事に初産区となる品馬を出産した。 しかしこの直後、馬主の伊藤義五郎と、牧場主の富岡清美が白沖の処遇をめぐって、対立、さらに翌年から不受退と流産を繰り返し、3年間を、産苦のないまま過ごした。これを受けて白沖は、富岡牧場の縁石にあたる蒲田牧場に移された。以降は一転して、順調な繁殖生活を続け、1957年、ブッフラーとの間に、 第2個となるオスクコダマを生んだ。同馬は、サツキ賞、東京優秀宝塚記念等に優勝し、超特急、コダマと称され、さらにその一年下の判定新ツバメもサツキ賞に、優勝、名繁殖との評価を確立した。以降の三区は競争馬としての体制はできなかったが、各メスゴマが母あるいは祖母として、優秀な三区を、次々と排出し、 メス系が大きく広がった。白沖自身は1973年に老衰により28歳で死去する。しかしその死後も子孫から活躍場が続出し、確実に活躍場が出る、メス系として生産者からの高い人気を獲得した。白沖から派生した系統は特に白沖系と呼ばれ、その子孫からは、大歌賞優勝馬シスター等賞。 菊花賞優勝馬待ち金福来たるや東京優勝など GI 競争4勝を挙げたスペシャルウィーク品馬として史上3頭目の日本ダービー優勝馬となったウオッカなど数々の活躍馬が出ている特に1990年代後半外国産馬や欧米からの高価な輸入品馬の産区が大勢を占めていた中でのスペシャルウィークの活躍は その父がリーディングサイヤーのサンデーサイレンスだったことから流行血統と在来血統の融合として日本のメス系が改めて見直されるきっかけとなり血統解説書等でその血統背景が詳細に取り上げられた2000年には日本中央系馬会の機関士優秀が選出した20世紀のベストホース100の一等に名を連ねた 100頭のうち、98大競争、g i 級競争に勝利していない、選出馬は、白沖のみであった。また、2007年には6代孫のヒンバウオッカが、東京優秀に勝利。優秀競争2着の白沖に、再び着目する報道もあった。F は、フィリーの略、C は、コルトの略。1907年に、小岩井農場がイギリスから輸入した20頭の、 繁殖品場のうちの一頭フロリースカップの流れを組む。母第二スターカップ、祖母スターカップ、ヒーババフロリストはいずれも、名繁職場として知られ、それぞれに掛け合わされている、主母場も、代々最高のものである。特にフロリストからは、スターカツップを含む四頭の提出ご勝点優勝場に、加え、第十一回東京優勝優勝場南誉れなどが、出ている。 ありがとうございます。